のスウェットを過去に、まあ、今着てるのもそうなんですけど、いろいろこうね試着したりこう見て着てるんですけど、これはね初めて俺が知らないだけで、実はですねスタッフさんに聞いたらですね、これが一番のド定番ということで、例えばデニムだったら1000WX とかウエハースのドス、一番こう メインなところで、これスウェットでいうとね、この403っていう方が実は一番スタンダードらしくてですね、知らなかったです。はい、まさかの。そうですね、はい、40年代くらいのスウェットをモチーフに作られてるみたいで、このここが肩のところがこうなってるのが特徴的ですね。確かにすごい特徴的ですね。はい、形もすごくね着やすそうなスタンダードな形なので、すごいいい感じですね。これ20年以上もう、定番で やられてるっていうことなので、もう在庫がねある時ない時はあると思いますし、サイズ多少欠けとかあるかもしれないですが、基本的には毎年ずっとこう定番で作り続けてるんで、まあ今なくてもまあちょっと待てばまた入ってくるっていう、ずっと定番でやってるっていうセットってことですね。はい、元はねウィルソンっていうブランドをモチーフに作られているものらしいですね。はい、これもなのでいつか行こうかなと思います。なかなか、はい、定番としてこのグレーと、あとグレーとかオートミールと、あとスミクロ と、ネイビーかなあたりが、ネイビーっていうか紫っぽい感じのやつですね、あれが基本的にはずっとこう定番でやっていて、あと毎年毎年その色がね、今年だとねボルドーかな、ボルドーっぽい赤っぽいやつと、あとちょっとピンクサーモンみたいな結構鮮やかな、色のやつがありましたね。多分また次の時はまた違う、わかんないですけど、グリーンとかね、わかんないですけど、いろいろそういう違う色でやられるみたいな感じなんで、まあ定番持ってても、ね、他行っても面白いかなっていう感じはしますね。はい、でも知りませんでした、403がスウェットのこの王道というか定番、ド定番というのは話聞いてみると面白いなと思いますね。はい、じゃあ次、行ってみたいと思います。次はですねロッキーマウンテンさんの、コラボのやつですね。はい、とですね、ちなみにこちらがノンウォッシュの状態で、これをワンウォッシュしたのがこちらっていうことで、結構ね色いい感じでこう色あせてる感じと、あとこの肩も、ね、全然違いますね。はい、この見洗い状態と、まあ、結構加工してる状態、加工というか洗ったのかな、洗ってる状態ですかね。はい、選べるみたいですね。ここら辺のこのダック
かもっていうんですかね、この感じすげえ好きなので、はあ、いいっすね。結構ロッキーマウンテンさんっていうとベストイメージもありますし、まあ、ベストもちろんいいしそういう有名ですけど、ここら辺のマンパもいいなと思いますね。マンパそうっすね、マンパですね、はい、もうすごくいいと思いますね、はい。次はですね、またデニムをご紹介します。次のですね、服はですね、こちらのデニムですね。やはりウェアハウスのデニムですね、はい。こちらの、どちらもダブル、あ、ダブルじゃない、セカンドですね。セカンドなんですけども、ダックディガー、いわゆる DD シリーズのものと、こちらですね、と普通のウェアハウスの、ラインのものと、2つどちらもセカンドなんですけど、いろいろちょっと違うみたいな、まあ、年代的には同じような感じなんですけど、こちらのウェアハウスさんの方は、普通にですね、このサイドパネルがついてない、ついてないというか、42以上はつくんですけど、これ42以下は普通についてないモデルで、こちらのダックディガーの方はですね、通常その42以上からつくと言われているそのサイドパネルを、S サイズのちっちゃいサイズからつけているというあれですね、モデルになるということですね。よくティーバッグとかも、ね、大きいサイズからティーバッグになるけど、それをもう結構ちっちゃいサイズからティーバッグが好きっていう人のためにこう、やってたじゃないですか。そういうようなもんですね。そうですね、これはサイドパネルがついているという形 で一応形的にも DD の方が、ちょっと丈が短くて横にちょっとワイド感じなんで、まあ、より古着っぽい感じですね。まあ、古着にもよりますが、まあ、スタイル的にはちょっとそういう感じの、感じらしいですね。ちょっとまずは普通のウェアハウスさんの方からちょっと試着してみます。はい、これが普通のウェアハウスさんなんですね。はい、セカンドは自分も持ってて結構バキバキに仕上げたやつがあるんですけど、それが旧バナーなんですけど、これは新バナーの方なのでまたデニムの感じが違いますね。いいですね、やっぱセカンドいいですね、ツーポケの感じが、はい、こんな感じですね。これが普通のウェアハウスの方ですね。はい、でこちらが DD の方ですね、はい、確かにちょっと着丈短いような気がします。サイズはどちらも同じです。38かな、じゃあ40ですね、どちらも40ですね、はい。ですね、はい、こんな感じですね。まあどっちもいいですどっちもいいです。本当 G ジャンってやっぱいいな、本当にめちゃくちゃいいな。フードとかもいいですね。ちょうど今日っていうか、まあ、あえてですけど、岩田さんのこのこれ自前のやつですね、はい、自前のやつを着てきたので、なんですね、はい、はい、というわけでね、ウェアハウスさんでですね、いろいろ気になる商品をですねちょっと見せていただきました。はい、なんか参考になるかなと思います。はい、やっぱねお店に来るとね、商品がいろいろあるので、すごく参考になりますね。お話も聞けますしね、はい、ぜひぜひ、その東京店に、はい、よかったら来てみてください。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。